リオ・プエブロ側と、集落タオス・プエブロ、または、プエブロでタオスは、千年以上継続して定住された、北部ティワゴを放すネイティブアメリカン、プエブロ部族の古代の集落である。現代のニューメキシコ州タオスの約1マイル北、サングレで、クリスト山地から流れる、小さな小川、レッド・ウィロー川沿いに位置する。 9万5千エーカーのプエブロの土地におよそ2000人の人々が生活している。彼らの言葉である北部ティワゴでは、タオスという名前は我々の村を意味するトゥーはターと呼ぶ。タオスプエブロは北部8プエブロの一つである。タオスプエブロの最も傑出した建築上の特徴は、リオプエブロ側によって二つの部分に分割された赤葛色のアドビレンガの複数回の団地である。 タオスプエブロのサイトによると、それはおそらく西暦1000年から1450年の間に建設された。1960年10月9日にアメリカ国定歴史建造物に指定され、その後世界遺産になった。2006年の現在でも、そこに150人ほどの住民が生活している。タオスプエブロの歴史は、1680年のプエブロの反乱の企み。 1847年のアメリカ軍による包囲攻撃、そして1970年のニクソン大統領による4万8000エーガーの産地の返還を含んでいる。プエブロの人々が伝統的に神聖であると考えるブルーコも、このタオスの返還された土地に含まれている。プエブロのサイトでは、この神聖なブルーコの獲得はタオスの人々が湖それ。 事態から生まれたというスピリチュアルな信仰から発生した歴史上最も重要な事件と名付けている。タオスの教会イーアービングクーゼがエルク・フットオブザ・タオストライブ1909この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。